1月29日、障害の有無や年齢に関係なく、安全で安心して参加できるスポーツ体験会が、世田谷区の下馬地区会館で開催されました。世田谷区保健センターの主催で行われた今回の体験会。まずは椅子に座ってストレッチ体操を行い、体を温めます。その後、パラリンピックの正式種目にもなっているボッチャを楽しみました。赤組と青組に分かれ、持ち玉を白いボールにより近づけるゲームです。ソーシャルディスタンスを保つための特別ルールも導入されました。やっぱりゲームがあると体よく動くことができますね。ただ体操しましょうって言ってもなかなか億劫になりますけど。いや、私はもう84歳ですけど、体を動かすのが好きでね。で、こういう企画があれば必ず参加するようにしてるんです。2時間のスポーツ体験会の締めくくりは卓球です。ネットを張らないことで無理なくマイペースにラリーを楽しむことができました。普段こう膝が痛いとか、皆さん痛いところの2つや3つ必ずあるんですね、ご高齢だと。でそのままやっぱり痛いからじゃあ動かないから家にいるっていうことだと本当に悪循環を起こしてしまうので、痛いけれども楽しくこう気持ちをね、前向きに動いてみると意外とやっぱり自分ができるっていうことに皆さん気がついてもらえると思います。参加者は皆楽しい時間だったと話してくれました。